美味しかったら許してやろう。来月以降どこ行こうかねっていう話をしてるんですけど、もしよかったら案をいただけたら。一回も使わないんでやめてもらっていいですか。使いますよ。マジであのいらんこと言うたのが。言わなくていい。すごいしっかりしたの、そんなに。しっかりしてますよ。おめえが酔ってるからだよ。酔っ払いが喋ってます、うん、ということで、また、はい、明日。明日おやすみなさい。おやすみなさい。おはようございます。おはようございます。2日目の朝です。昨日はしっかり食べて飲んで、はい、久々にね、あんなにしっかり食べた、しっかり飲んだ、しっかり食べて飲んだんですけど、ちょっとまたしっかり食べようかなと思って、せっかく広島なんで、はい、お好み焼きでも、はい、食べようか、はい、話になりまして、ありです。はい。10時オープンっていうのを見つけまして、そこへ、はい、オープンしてすぐ行ってみようっていう。うん、行ってみようかっていう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。たこ焼き、たこ焼き、何言って、お好み焼きです。お好み焼きをいただきました。はい、はいはい、とてもとてもとても美味しかったね。電光石火さん、いいこと。私はもうあの名前の電光石火の電光石火をいただきまして、電光石火を、はい、電光石火は美味しかったです。大葉が入ってるのが美味しかったです。はい。で、すぐるさんは、私は人に優しくかきおこ、はい、かきが入ったお好み焼きだったんですけど、こっちの大葉がいいアクセントになりまして、はい、上に乗ってるんじゃなくて中に入ってた。あ、うん、そうだね。上に現れる柿。なんか卵に包まれてたよね。うん。卵で包んでたところに温目玉焼き。トッピング第4位、人気ランキング第4位の温目玉焼きさせてもらいました。抽選がまだできてないんですけど、はい、車を止めるところがなさすぎて、はい、来てないので、はい、一旦高速乗ってサービスエリアでやろうかなと、ということでよろしいですかね。そうしようかなと思います。コダニのサービスエリアに着きましたので、スグルさんお願いします。これで11引くっていうことになるんじゃないかと思ってるけど、どっち引いてもいいじゃないですか。そうですよ、どっち引いてもいいです、うん、全然。じゃあ行きますよ。はい、ゴー。まあ、そうよね、そんなもんよ。
そうですね、11番でございます、うん、で、やっぱそうだよね。じゃあクロスロード、はい、三次です。はい、名物は三次バーガー、お、うん、パパイヤ、うん、キムチ、はい、トマト、はい、いいじゃん、三次バーガー、三次バーガーちょっと気になるわね、うん、目指せ三次バーガーで出発しましょう。はい、この道まで来ましたが ETC が封鎖されてまして渋滞です。事件発生です。 ETC の出口が故障してたのでカードを ETC の機械から出して支払いをしてもらって来たんですが、なんとカードを戻したらエラーが出ると。まさかだ。まあまさかだとは、ね、暑い系だと思った、うん、まあ、エンジン切ったら、まあ、聞こえる。気のせいだと思うんだ。やらないと困ります。ここだけの話、毎日私会社行くのに高速通るんです。一般例に入らないといけないっていうことですよね、これは。そうですね。ちょっと勘弁して。とか言ってたらクロスロード三次があと 1.5 キロ到着しまして、エンジンを切りました。はい、もう一度かけてみてどうか。じゃあカードを挿します。よかった、直った。ずっと止めとくのが申し訳なかったんで場所を移動しまして、まずちょっと買ったものをご紹介ください。まず一つ目、はい、じゃ、丸ごとキムチトマト。すごいね、トマトとキムチを抑えました。ただキムチだけ食えっていうのもしんどいかなと思って、クロスロード駅弁っていう駅弁がありました。もう名物なんかどうなんかって言われたらちょっとわからないんですけど、うんうん、ちょっと中身がもうちょっと美味しそうなんですよ。これは美味しそうでしょう、うん、ナイスチョイス、ナイスチョイス。なぜかもうちょっとこれだけじゃ足りないんじゃないかという、これはもうすぐるチョイス、たこ焼きです。粉もん三次店、たこ焼きがね好きなんです。トマトを今食べてくれております。トマトキムチ食べれないんです、切れなくて。うまっ。あ、美味しい。これあり、あり。トマトの甘さ、うん、とキムチの、うん、酸味、うん、合う合う。新発見、うん、パスタとかいるだそうです。皆さん、うん、三次のトマトキムチはパスタに合うよ、うん、続きましてクロスロード駅弁です、はい、めっちゃ豪華。この卵の下もお米、こっちも牛めしかな、うん、っていう感じなので、はい、そぼろのところいただきます、はい、うま
あたり。あー、このそぼろ美味しい。めちゃくちゃあり。この卵焼きとかも美味しいんだろうなと思います。